ない。ここに粉入れて、で 1cc の水入れて、でよくかき混ぜて、それで吸って直接飲ませるが一番確実だよね。もしくはふやけたフードを食べてくれるなら、もうこれをふりかけちゃった食べさせちゃった方が早い。一匹一匹で食べてくれるんだけど、その方がだから、ただちっちゃい子たちは多分一匹一匹になってるんだったら、まだだってご飯食べる？ちゃんと。今食べてました。ただ女の子は一匹ずつになってるんですけど。ふやけたの食べてる？いやもうカリカリ食べてます。だからふやけたのも食べるかどうか試してください。そしてふやけたやつでやった方が、トライだと下に残っちゃう、落ちちゃうだけだからさ、ふやけたやつにやった方がいい。一匹一匹になってる子はご飯にふりかければいい。ただミーヤって掘るんですよ餌を。ホリホリするから餌バッと落ちるんですよ。本当。そしたら直接やった方がいいかもしれないね。そこはお任せします。で一応念のため注射器は出します。で、はい、3のシリンジは5本。でこちらのプロコックス用はまあ3本あればいいや。じゃあそれで。はい、すいません。ありがとうございます。そうプロコックスね、今見たらさ、金切れてたからさ。そんなようです。プロコックス使ってないからさ、あの。そうまずあの告知準備の薬、なんでこれが出たかっていうと、昔からあるサルファジメトキシンっていう薬がさ、製造中止になっちゃったんですよ。あ、そうなんですね。そんで告知準備の薬薬がないって言ってて、でこれが出てきたんだけど、まだサルファジメトキシンを大量に買っといたから残ってるんで、それをまた私使ってるから、そんな嫌な、一応買ってはあるけど使ってなかった。今見たら切れちゃってたから。ありがとうございます。じゃあそういうことでね。で、3のシリンジを5本、それからプロコックスね。実は1本はこれ×。これ何ミリもある？これじゃ 7.5 ミリリットルらしい。 7.5 って書いてありました。 7.5 ってことは1キロの子で 0.5 を使うんだから結構持ちますよね。 7.5 そう、 7.5 って1キロのことで 0.5、 1キロのことで 15匹、 50、100だったら 30匹分相当、まあ、とにかく絶対容量、まあ、多少多くてもそうはないと思う。一応、まあ、決められた量でね。はい、わかりました。やりましょう。じゃあこのボックスは1本と、これは1のシリンジが3本ね。はい、でまあうまく飲めんかったらまた相談してください。じゃあ受付で。でこちらはマキアちゃんとパパちゃんと、あとちっこい子たちよが1日1回で2日分でしょ、かける7匹分。ありがとうございます。で例えば今日飲ませたら1日あげて3日に飲ませる。はい。ほんでね、確実にいる子はね、こっから3週間以上経ったらまたやった方がいい。実を言うと。タナムシはそんな簡単に落ちんからさ。ってことは11月1日だから、3週間以上、11月23日以降にまた2回飲ませた方がいい。そうすると確実かなと思います。それから、この間やった、あの、レボリューション。あれは線虫を落としてくれますよ。だから線虫だったらレボリューションでも落ちるんだけど、多分線虫じゃなくて肌色でさ、長くてこんな風にもしなってるやつだったら肌色で、なんかもうティッシュにくるんでる状態で、で肌色見せてもらっただけだから。線虫って割とさ、細長くてさ、細長いんですよ。でこれも細長いんだけど、つながってる場合、1個だけで出てくる場合もあるんだけど、こっちが常駐ね、でこっちが線虫ね。線虫はまだ細長いんだけど、で常駐もつながってればこういうふうに細長く見えるわけ。でも1匹の場合も、1匹で出る場合もある。お尻の周りで出てすぐはこれ肌色なので、時間が経つとこれが割と白か、割と白っぽいんです。で時間が経つと肌色になって、時間が経つとゴマみたいになる、脱水しちゃうから。そんな感じかな、サナダムシに関して。分かりました。まあでもいろいろいるよね。だからまあ
これが終わってさ、ちょっと様子が落ち着いたらさ、これやるのは悪くないですよ。皆さん万が一のために、うん、あの予防で、うん、ただし期限が切れてるやつだから。わかりました。よく様子見て、その辺はもう自己責任で、自己責任でも変わったことあったらすぐに言ってくださいね。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあそういうことでいただきます、ね、はい、お願いします。